月の22日にね、大正の、大阪大正のアゼリアホールというとこあるんですけど、そこでね、ちょっとアリーナなんですよ、アリーナ。うん。アリーナがあそこにアリーナなんちゃって。あって鮮やかな、すいません、ちょっと哀愁漂う感じだったりしますけど、はい、まあ、それでね、あのそこでねちょっとイベントあります。我々徹夜みたいですアマデウス、そしてアフロディーテ、そして、オールイメージズプレイジングというね、3つのバンドで、これね、あれなんですよ、アマデウス、アフロディーテ、AIB と全部 A がついてるじゃないですか、トリプル A という点、はい、トリプル A なんですよ。ほんでね、トリプル A といえばね、まあ我々はインストルメンタルで、アフロディーテは様式美ハードロック、うん、で、AIB オールイメージズプレイジングは、プログレッシブ AOR というか、プログレッシブハードロックというか、まあプログレッシブ、様式美インストプログレッシブというね、このロックの原点というか、いやそれがないとダメでしょうみたいな感じの、スタイル的にもトリプル A のスタイルじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけどね、コロナ禍でもねライブ活動を続けてねやってきた、先輩方仲間たちとね一緒にねちょっと大きいところでねちょっとやろうかなと思っております。はい。でね、やっぱりそのスケールでかく2023年のスタートをね、トリプル A で切りたいなという、非常に縁起がいいという、うん、もうトリプル A というのはねもう A が3つ、うん、A が3ついいことしかないんですよ。いや本当ね、高橋太さんばりにね A で A で A でみたいな感じのね、関西圏以外の方はちょっとわからないかもしれないんですけどね、高橋太さんの、A で A で A でっていうのもね、AAA トリプル A なんですよね。うん。ほんでバーッと滑ってお腹熱々って、熱々熱々ってやるじゃないですか。あれも熱々、AAA トリプル A なんですよ、実はね。うん。ほんでね、これね、この間ちょっと思ったんですけど、帯谷隆さんのアホンダラアホンダラアホンダラ、アホンダラアホンダラアホンダラ、AAA なんですよね、トリプル A。うん、だからトリプル A っていうのは本当にトリプル A 級なんですよね、これ。うん、トリプル A ばりに面白いというね。で、これね、関西圏以外の方ちょっとね、分かりにくいかもしれないんですけど、それ申し訳ないんですけど、後からね、ちょっとググってください。高市太し、A で A で A で。そして高市太し、熱熱熱、うん。はい。そして、帯谷隆、アホンダラアホンダラアホンダラ。この3つですね。これちょっと検索していただいて。で、これちょっと今思ったんですけど、すごい A 声ですよね。まあ、岡健太さんばりやったりするんですけどね。これもね、わからない方は、後でまたググってください。岡健太、でやれば、多分、引っかかります。出てきます、YouTube とかで。これ、面白いと思ってる僕だけですかね。僕自分で面白い思いながら録音してるんだけど、うん。あれですかね。ちょっと、微妙なんですけどね。はい。そういえば、英語といえばね、僕なんかよりね、お猿さんとか全然うまいんでね、後でよかったらね、やってもらいたいと思います。はい、それではどうぞ最後までよろしくお願いします。めっちゃ英語です。